こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。売れる参考書の相場をリサーチ。儲かる参考書のコツを大公開します。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、参考書ですね。もうあの、4月なので、いらない参考書結構持ってる方もね、多いと思うんですよね。ぜひね、メルカリで高く売れるね、参考書の相場ね、えー、調べてみましたので、ぜひ、紹介させていただきます。はい。 はい。えー、まずですね、参考書ですね。ここに入れてください。で、今回ですね、これ売り切れでいいです。はい。えー、そうしますするとですね、結構できますね。こういった風に。で、参考書ですね。まあ、高い安いもあるんですが、ここ1000円ぐらいなんですけど、いろいろ見てきましてですね、大体売れます。はい。で、中古の商品もね、中古の方も結構売れてますので、ぜひね、まあ、売っていただけいいかと思います。で、英語とがね、 結構あのテスト系ですね。テスト系は結構高く売れてますね。はい。で、その中でですね、特に高く売れる商品ですね。ぜひあの、紹介させていただきます。はい。まあ、一つはですね、これですね。まあ、公務員試験と思うんですよ。東京都一大 B ってなんですけど、2万5千なんですよね。なので、まあ、今年あの、公務員になった方で、いらない方ですね。まあ、過去問いとかあるので、多分中にね、まあ、使い回しが多い、あるで、ね、まあ、多少あの、汚れてても高く売れますね。まあ、こういったあの、ちょっとあの、 テスト系ですね。貴重なものは高く売れてますね。はい。それのほかですね、このスピードランニングですね。これが2万円ですね。なので、スピードランニング持ってる方ね、高く売れるので、ぜひね、メルカルで出品していたらいいかと思います。ぜひね、えー、参考にしてみてください。はい。はい。えー、LINE 登録をお願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼いで丸ひマリにプレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。 それと、0円天板込みですね。してますので、ぜひね、興味のある方、連絡ください。メッセージからよろしくお願いします。あとですね、YouTube から一切受け付けてません。まあ、興味のある方ね、何かわからない場合は、LINE アッ登録会よろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。